子犬の活性の話。最近自転車とか乗ってるとですね、夕方とか、昼もそうなんだけども、子犬を散歩させる人がいるんですよね。それは前から見ていて、別に普通の光景なのでね。子犬ってのは座敷犬みたいな、チワワとかね、柴犬よりも小さいサイズの、家の中で飼うような子犬をたまに散歩させる人もいると。で、私小型犬のね、座敷犬のことは分かんないんで、でも散歩させるのは健康にいいとかね、ストレス解消になるとか、そういうこともいいことだらけなんでしょうね。それで別にそのこと自体はね、いいとも悪いとも思わないし、健康にいいんだったらいいんだろうと思いますけども、前からよく見てるんですよ、その光景は。柴犬よりもっと小さいね、小型犬、それをね、リードつけて普通の犬のように、散歩させてると。川沿いとかね、よく見てたと。で、普通だなと思って、可愛いなと思って見てたんですけど、最近なんかね、子犬の活性が高いなみたいな感じで、子犬がすっごい元気なんですね。見る子犬全部元気っていうね。特に座敷犬に限定しますけども、すごい元気でね、もうバーサク状態というかね、リードつけてますよ、逃げないように。リードをぐいぐい引っ張って、で、もう空中に浮いちゃうみたいな。こう、子犬はね、飼い主から離れたいんだけど、前行きたいんだけど、飼い主がグッと持ってるから空中に浮くみたいなね、子犬が。そういう活性をしていて、これもし飼い主がね、パッと離したら、どこまででも行っちゃうみたいな、そういう雰囲気を出していて、ちょっと恐れてるんですけども、これね、最近特になんですよね。なんでなんだと思って、最近特に子犬の活性が高いなみたいな感じ。私のね、思い込みとか偶然そういうのを何回も見たっていうね、ことなのかなと思いますけども。ちなみに2021年の冬です、今年末頃、寒いですからね、そんなに子犬もね、頑張る必要ないと思うんですね。ただ寒いってことは、子犬がね、暑さでやられちゃわないからいいですよね。暑いとやっぱりね、子犬は動けなくなっちゃいますよね。だけど寒いから子犬としても暑くないから動けると。しかも動いてね、こう発熱するといいですよね、子犬的にも震えるようなね。で、家の中にずっといたと思うんですよね、このコロナ禍ですから。で、子犬もですね、ようやく冬になったかみたいな感じで、散歩シーズンだみたいな感じで、でもうすごい活性が高いっていうね。そんな光景をね、最近よく見てますね。これはね、季節的なものなのかよくわからないですね。